皆様おはようございます。キースジャガーです。2019年令和元年の12月5日木曜日、朝の9時52分です。おはようございます。はい、今からですね西名阪道の郡山インターチェンジに乗りたいと思います。名古屋ではありません。大阪に帰ります。奈良の郡山市のちょっと住宅地のこの方の狭いところに配達行きまして、今から大阪に帰りたいと思います。でこの後ちょっと仕事追加されてしまったんで今日は忙しくなってしまったんですが、帰り道西名阪道説明しながらご案内しながら帰りたいと思います。でよう見たら窓汚いか、汚いけどワイパーせん方がいいやろな。この車ね、うちの会社で一番ボロい古いやつなんですよ。もうエンジンも100万キロ回って一旦違うエンジンに積み替えたりしてるぐらい、もうずっと昔の古い車なんで、まあ乗り心地も悪いんでね、西名阪も綺麗な道路ではないので、継ぎ目のたんびにすごいバウンドしてカメラとかすごい振動するかと思います。お見苦しいかもしれませんが、まあまあ今後も西名阪走るたんびになるべく動画上げていきます。今日はね西名阪の動画というのは今日初めてになるんで、一応品質は悪いかもしれないけれども、これもアップロード させていただきますんでよろしくお願いします。右にちょっと看板見えてるかな、郡山インターっていうのは西名阪の終点の天理インターの一つ手前なんですが、こちらの方から京奈和道和歌山方面、和歌山までは行きません。全然手前で止まります。一旦繋がってないんでね、乗ったり降りたり乗ったり降りたりになるんですよ。京奈和道次の日並べというか、で橿原市っていうところで一旦奈良県橿原市で一旦降りて24号、国道24号を少し走ってまた乗ってね、五瀬のあたり、すごい田舎と言ったら失礼ですが、あのあたり打ち抜いていくような形でまた上を向かって生きておるんですけど、今のところこちら大阪向きからは入り口なかったですね。あったんかもしらんけど見逃したんかな、見逃したというかご挨拶したりなんやかんやごちゃごちゃ言ってる間に見逃したか。ちょっと新しくできた道路なんでね、私もよく分かってません。反対向き、名古屋方面に向いては郡山出口行くときに分岐がありまして、京奈和道無料区間とか言って書いてますんでね。でそちら向きに関しては名古屋向きで郡山方面とか、郡山方面じゃなかった、橿原方面とかいうのは乗ったことあるんですけれども、こっち大阪帰る方向で入り口があったかどうかはちょっと定かではないです。ちょっと動画見直してまた必要があればテロップ入れます。はい、ETC 専用出口やと思いますけれども、大和まほろばスマートインターにしてはこれ出口スマートインターっぽくないな、これ普通の出口かな。反対側の方はね ETC じゃないと出れないようになってるんですが、こちらの方、大阪向きの大和まほろばインターは出口は出れそうな感じしてましたね今 ETC じゃなくても。ただこれ入り口に関してこれです、大和まほろばの入り口、大阪向きの入り口に関しては ETC じゃない車は入れないみたいですね。今ちらっと見えました、下の入り口のところ、非 ETC 車は左に出てくれみたいなこと青い看板って書いてました。はい、ちょっと道路が継ぎはぎだらけでボコボコなんで、古い車でガッチャンガッチャンして申し訳ありませんが、このまま行き続き行きます。西名阪道の西向き大阪方面行き、今大和まほろばというインタースマートインター通り過ぎました。で次法隆寺のインターに行きます。
交流寺インター出口入り口両方あったと思います。で来る時にちょっと中途半端に説明というかね、うろ覚えで言ってた分を帰り道こそ確認します。おそらく法隆寺のインターを降りますと奈良県の県道5号線が走ってたと思うんですよね。まあ、あの道沿いはいろいろと使い道があって法隆寺よく降りるんですっていうお話をしたんですが、よく降りる割に何ヶ月も来てないんでちょっと覚えてません、ごめんなさい。はい、法隆寺大和高田とこの出口1キロ手前の看板に書いてあるように、その例えば県道5号やったとしたら、それを南の方に向いて走れば大和高田の方行きます。でそちらの方から今度南半など行ったりとかね、できるんで、また大和高田バイパスっていうのがあって、あれで橿原市の方行ったり桜井市の方行ったり、まあ、中和幹線っていうのが手前にあるかな、こっちから言ったら北から南に向いて走ったら多分手前に中和幹線がまずあると思うんですけど、まあちょっと開けたところで交通量も多いところが一部あります。わからんか、ちょっとカーナビの地図で見ても、あ、やっぱ県道5号やな、県道5号です、これ降りたらね。はい、法隆寺インター出口です。降りた道路は県道の5号線になります。県道5号線左に行ってずっと道なりに行きますと竹取とか通ったかな、ちょっと覚えてないやつは言わんときましょうか、大和高田の方行けますんで、奈良県自体久しぶりかな、最近どんな配達多いかな、あんまり奈良とか和歌山来てないね。西名阪を走る自体がもう3ヶ月も4ヶ月ももっと半年ぐらい走ってないかもしれないね。南阪奈はたまに走るんですけどね、あっちの方の五瀬であるとか、あとなんやろ、橿原もそうだし、まあまあ桜井もそうか、まああっちの方には用事があるというか配達があるので南阪奈はよく使うんですが、郡山方面久しぶりに来た感じです。郡山とかね、木津とかあの辺はね、ご無沙汰しておりますね。あと お茶の町の和塚町とかもう1年以上行ってないかな、忘れました、どんなところかみたいな。名阪国道もね、ハリインターとかあの辺とかもずっと来てないですわ。ソニ村っていうとこ行くときにね、ハリインターで降りたかな、どうやったかな、もうすんごい山奥に延々と行くところあるんですけどね、また雪が積もる時期になったら行かされるんちゃいますかね。この雪がなくて走りやすい時期はよその会社が行ったり、ね、よその人が行ったりするけど、雪積もってもうどうしようもないわいうときになったら、そういうときに限って配達をつけようってね、なのかもですけど、はい、反対車線もだいぶ車多いですね。もう10時ちょうどになりました。今これぐらいの時間帯になると逆転するのかな。私がこれ配達に向かうとき、まだ朝の7時台みたいなときは大阪向きの方が混んでたんですが、今は奈良向きの方が 多そうですね。はい、法隆寺インターが終わったので次は柏のインターです。柏も入り口出口あったと思います。柏はね、県道じゃなくて国道やったと思いますよ。降りたらね、国道の168かな、じゃなかったらごめんなさい。ちょっと行ってみましょうね。うろ覚えなんで、今の段階で私が言ってることを鵜呑みにしないでください。行ってみないと私も思い出さないんで。
国道の168であればそれもまたあの降りていただきますと、あの奈良の大和高田のバイパスの方へ、あの葛城とかあっちの方に出るんじゃないかな多分。でまあ右に曲がってあの大阪の方向いていくと、あの何でしょう、枚方とか抜けて天の川、ね、国道1号線あっちの方に出るんじゃないかなと思うんですけど、あそうですね、国道の168です。王子と書いてあるね。王子ってことは25号線にも出るってことやったんだっけ、ちょっと忘れました。あの下走らんと思い出さないですね、やっぱね、高速バーから走ってると下道を忘れてしまいます。とりあえず168というのだけは覆ってました。正解でした、やったみたいな、そんな感じですね。うわー、この電光掲示板も文字潰れてるな、修理したらいいのにな。東阪神高速13号東大阪線の渋滞が、東大阪から関東に向けて5キロぐらいの渋滞があるということ。そんなことを今奈良県で今の段階で言われてもっていう気もしますが、まあまあいいでしょう。柏場の出口越えました。柏場インター今度入り口になります。柏場インター入り口終わりますと、途半車線があり、途半車線上り切ったところぐらいかな、柏サービスエリアがありますね。柏サービスエリアのこっちの大阪行きに関してはあのラーメン屋さんのカムクラというチェーン店が入っております。反対側の奈良行きはちょっと分かりません、何が入ってるか分かりません。あめちゃくちゃ跳ねるなこれ、乗り心地悪く、もうブチブチなりそうな感じですけどね。あまだ1回も言うてないか。西名阪道は制限速度80キロの道路です。はい、こちらが柏サービスエリアです。だいぶたくさん止まってるように見えるけど、止め方がマナー悪いだけでガラガラなんか。手前側にあの駐車レーンじゃないところにいっぱい止まってたんで、駐車レーンが満タンではみ出てんのかなと思ったら、駐車レーン以内にもかかわらず出るとき楽やからみたいなことでちゃんと駐車レーンに止めてないだけで、サービスエリア自体はガラガラでした。はい、サービスエリアの出口から合流してまいります。もうそろそろ大阪府に入るかな。西名阪道西行き大阪方面、制限速度80キロです。2019年12月5日木曜日朝の10時5分です。今現在柏サービスエリア越えたあたりですね。こっち方面柏原の出口は出れたかな、大阪向きで柏原出口ちょっと出れたかどうかは覚えてませんけれども、入り口はあります。大阪向きだけ奈良向きに入り口なかったみたいですね。間違ってたらすみませんけど、多分間違ってないと思います。柏原インターじゃない、柏原に関しては両方向に入り口出口ございますって、そういうことはありません。出口はあるけど入り口がないとか、入り口はあるけど出口はないとか、そういうタイプの場所になってます。よく調べたら私が知らんだけであったりするんかもしれないけれども、まあないと思います。それは智弁学園奈良とかがあるんだよね。ここで大阪教育大学、教育大学と智弁学園奈良があるみたいです。柏原大
大阪の方向いて、奈良から大阪の方に向いて走った場合に、あの橿原インターというか出口があるかどうかは多分ないと思いますね。この料金所になかったらもうありません。この料金所むしろ入り口で、あの橿原インター乗ってくるっていう、その入り口はあると思うんですけどね、出口なさそうですね。この左手にあの合流マーク見えてるのが、あの橿原の入り口から大阪方面に乗ってくる分です。165かな、8かな、この橿原の下は165かな、国道は国道なんですけど、5か8かちょっと、あ、5やな、165が走ってますね、この下のところね。はい、ちょっと周り見渡しましょうか。柏原の本線料金所、西名阪柏原本線料金所まで来ましたが、見た感じ出れませんね。なので柏原はあの大阪方面、あ、もう出口ないと思ってください。ギア入らへんな、これもうボロいな、車ダブルクラッチ踏まないかんか、今の時代コツやの。再現数よっぽど合わんとっていうか、クラッチ切って一旦ニュートラルにしてしまったら次入らないですね、もうね。そういうボロい車今乗っております。はい、柏原の出口は大阪方面なかったので、柏原本線料金所越えまして、料金所から5キロぐらい、今の位置から4キロぐらい先、富士寺インターが出入り口あります。出口も入り口もございます。出口も入り口もございます。で、藤井寺を過ぎますと、もう西名阪の出口も入り口もございません。西名阪最後のインターになります。で、西名阪道藤井寺越えまして、このまままっすぐ一番右車線と真ん中車線走りますと、阪神高速14号松原線にそのまま入ります。で、一番左側車線はちょっとややこしいんですが、近畿道に分岐します。近畿道吹田方面に行く方と、近畿道松原方面、まあ一区間だけですけど、松原方面、松原越えましたら阪和道に切り替わりますけどね、そういった和歌山の方に向いて走る方と、まあ一番左車線は2つございます。もうちょっとかなり早めなんですけれども、一番左入っておきます。早すぎたかな、1キロ先工事をしているか。もう1台追い越ししてもらってから右に1回乗りますか。あと 3.9 キロで左となっているので、ここからまだ藤寺のインターから先3キロぐらいは行かないといけませんね。藤寺インターから3キロぐらい進んだところで、和歌山方面に行く道があるという形になってます。松原ジャンクション落下物ありか。朝はねちょっと事故してたんですけど、しょうもない事故ですけど、まあ、朝の事故は朝の事故で、事故渋滞はまりましたよというのが動画に多分上がると思います。あの部分ちょっとカットしないと思うんで、そのまま上げると思います。興味あったらご覧ください。
はい、これが高知ですね。こういう、わー、ややこしいな。スピード落として入れてあげよう、これ。右から行こうっていう、ちょっとそういうポテンシャルもこっちにないんで、ブレーキを入れてあげるのみです。西名阪道大阪方面行き、藤井寺のインター越えました。出口入り口ともに越えました。はい、このままあと2キロほど進みますと運気松原ジャンクションがございます。 2.5 キロと書いてますね。一番右車線とこの真ん中車線、今私が走っているこの車線、一番右と真ん中車線、この2つの車線はこのまま進みますと、あの阪神高速14号松原線環状線向きで、あのそのまま接続します。今現在あの工事中なので、あの制限速度50キロであったり60キロであったり書いてますが、西名阪道基本的に80キロの制限速度になっております。何にもあの工事や事故やそういう制限というか制約がなければ、普段は80キロで走るようなところです。この辺で間もなく分岐なので、あの60キロに落とせということを普段からやってるかもしれないですが、ちょっとあのその辺はしばらく走ってないんでうろ覚えでごめんなさい。もうここはもう近畿道の分岐間近なんで60キロと書いてますね。はい、看板ご覧ください。見えますでしょうか。ちょっと揺れたな今。はい、右側道路に書いてある通り、あの地面に書いてあるように、一番右車線と真ん中車線は阪神高速14号松原線に入るようになっております。そのまんままっすぐ行っていただくとね。で、近畿道阪和道に行かれる方はこの一番左車線寄っといてください。どっちが先かな、多分和歌山が先かな。ほんで吹田方面行くのが後になると思いますね。はい、それでやってました。この一番左側車線が近畿道に入る道路です。はい、一番左車線このまままっすぐ行きますと吹田方面、東大阪方面、北行きです。はい、南行き、堺和歌山方面に行かれる方、松原出口出たい方はこちらの方になります。一番左、はい、松原ジャンクションです。この合流ちょっとややこしいんですが、一本左が阪神高速の松原から合流してくるやつかな、松原線の終点から合流してくるんで、で一番右車線が近畿道の方から合流してくる。松原ジャンクションは近畿道と阪神高速と西名阪とその3つから合流してまいります。大変交通量多い場所なんで、まあ事故も多いし渋滞も多いです。はい、間もなく松原の出口、松原の出口は近畿道の終点ですね。これはここの松原の出口、近畿道の終点、これを越えますと黄色い看板で書いてある通り別料金と書いてあります。ここから先は近畿道ではなく阪和道に切り替わります。はい、阪和道ここからです。阪和道の北の端、出発地点はこちらとなってます。めちゃくちゃ揺れるねカメラね、ごめんね。めちゃくちゃポンコツなんでね、この車も今日乗ってる車。おっと、制限速度50キロと書いてましたね。今この道路ね、制限速度80キロの道路なんですよ。50キロと書いとったらまあろくなことはありません。前で事故してるか工事してるか、とりあえず渋滞していることが想像ができます。何が起きてるんかはちょっと交通情報取ってないので行ってみないと分かりません。大阪向きの方はね、結構電光掲示板とかにどこどこまで何分とかで書いてあるんですけどね。和歌山向きはちょっと、なんてやろう、情報少なめですかね。
2019年12月の5日木曜日朝の10時17分です。阪和道の南行き、堺和歌山方面行きですね。今現在、三原の北の少し手前です。松原ジャンクションから三原の方に向かって走っております。はい、ちょっと看板ややこしいんですが、この辺り阪和道引き続き走っております。まもなく、阪和道南行き和歌山方面行き三原北出口です。三原北の出口、三原南に出口はございません。三原南は入り口しかないんで、三原に用事のある方は南に用事のある方でもこの北で出てください。はい、三原北の出口を越えますとすぐに三原ジャンクションがやってまいります。これですね、看板ご覧ください。三原ジャンクションです。これ左に出ますと南阪奈道という道路ですね。南阪奈道という道路で、大和高田の方に向いて走ります。羽引野とか抜けてね、山越えなんですごい急な上り坂でトラックとか貨物はもう全然スピードで出ないよみたいなことになるんですけどね。はい、左からの合流は南阪奈道からの合流です。一般道ではありません。阪和道、南行き堺方面行き和歌山方面行き、三原ジャンクション越えました。三原ジャンクション過ぎまして三原南の方ですが、出口はございません。こちら向き南向き和歌山方面行きに関して三原南は出口ございません。入り口があるのでもうしばらくしたら合流があろうかと思います。制限速度80キロの道路です。普段はそうなんですが、先ほど制限速度50キロと書いてたんでちょっと事故してるかな工事してるかなみたいな話してたんですが、どうなんでしょうね。一応何事もなく進んでるんで80キロで良かったんじゃないのと思いながら走ってるんですけれども、この先で何かあるのかどうなんでしょうね。片側3車線でそんなに交通量も今走ってみた感じないですよね。事故でも何にもしてないんであれば80キロでいいんじゃないのという感じしますけども。はい、三原南の入り口です。三原南の入り口越えて今80キロって書いてましたね。ここから80キロなのかもっと手前から80キロなのかちょっとその辺見逃してるのか表示されておらなかったのか、少し手前三原北の手前あたりでは50キロと書いとったと思いますが、今現在阪和道南行き和歌山方面行きに関して制限速度80キロでございます。制限速度80キロなんですが、ちょっとこの前走ってる軽自動車ゆっくりやね、70キロ切ってるぐらいの感じですね。私ピーピー言うてる通り80キロの道路80で走ったらダメな会社なもんで、72、3キロでやめときたいんですよ。この車特に古いんでメーターがね信頼性がないので、75ぐらいで走ってしまうとオーバーしてしまう可能性が非常に高いんでやめておきたいと思います。はい、おじいさんが運転していた軽自動車に来ました。一番左をゆっくり走られるのも全然ありだと思います。その場合ですね、追いつかれて追い越しかけようとしている車がいたならば、アクセル踏んで追い越し妨害するのはやめてください。交通違反になると思います。
まあ、制限速度80キロのところを例えば60キロで走ってたとしましょう。で後ろから来た車に追いつかれたと。で追いついたから後ろの車は抜こうとしていると。ほんで車線変更しました。あ、それに気づいて、あ、追いつかれたなと思って、そこからアクセル踏むのはなしです。あの、追いついて追い越しかけた車が追い越し終わるまではあのおとなしくっていうかね、あの速やかに追い越しが終わるようにあの協力してあげてください。それは追い越される側というか追いつかれた側 の、 あの責任です。それは80キロの道路80キロで走ってて追いつかれて追い越しかけられてっていうんであればまた話変わるんでしょうけれども、あの自分がゆっくり走っておって追いつかれて、ね、もう追い越し かけなしゃあないわみたいなことになってる時に、あの普通の人は大概ね、あのボーッと走ってて、ああ抜きに来たわと思ったら急にアクセル踏んだりして抜けなくなってしまったりするんですよ。で、あのずーっと並んで走っても追い越しに行った車が左に戻れなくなってしまうみたいなね、そんなことになってしまうので、あの追い越し妨害はあのパトカーが積極的に取り締まったりはしてませんが、あの一応厳密には交通違反になると思います。ちょっとあの道路交通法の何条のどういう形で違反しますとか点数が何点ですとかいうのは分かりませんけれども、あの、ね、こうやって動画撮ってたり、あとドライブレコーダーとかに証拠が残ったりするような時代なので、あの取り締まりで捕まることはないかもしれませんが、あの証拠画像を持って訴え出られると、あの問われることはあるかもしれませんね。もう一番左をだからボーッと走ってたり、あの携帯見ながら走ったりとかねしてて、80キロの道路気がついたら60キロやった50キロやったわみたいな、そういう、それはもうあの安全運転じゃないんですよ。迷惑なんですよね。それ安全運転っていうのはそういうことじゃないんで、あのスピード遅ければいいっていうもんじゃないんでね、まああの言わんとしてることはあのお分かりいただける方のみうなずいていただいたらいいんですけれども、それに対してあの物言いのある方はもうあのすいませんけど、あの私の動画見ていただかなくて結構なんで、あの立花隆みたいなもの言いしますけれども、まあ別にあのいろいろとあのうるさいことも積極臭いことも言う動画なんですけれども、あのまあ共感いただけないのであればそれはもう仕方がないのかなと思います。まあ、私は私であのその運送業の立場からしか物を言いませんので、一般者の気持ちも分かった上ですけども、あの両方の気持ち分かった上であの運送屋の立場で物を言いますからね。まあ一方であの乗用車の方はそのトラック運転したことがないっていう人に関しては、トラックが実際問題どんな動きをするのかとか、どんな風に思っているのかとかね、あの全然分かっておられないと思うんで、まあ、こういう、まあ、時には愚痴ばっかりになったりとか、時には説教臭いことを言ってみたりとか、そういうことも多々あるんですが、まあまあ、現実道を走っておるトラックが似たようなことを思っておるっていうか、あるあるみたいなことも少なからずあると思うんで、まあもしよかったらもう自分には関係ないっていうんじゃなくて参考にされていただいてね、あの道もあの乗用車のためだけにあるとかトラックのためだけにあるっていうわけじゃなくて、みんなの財産なんでね、あの譲り合ってというか お互いのこと考えながら、あのうまいこと共存していけたらいいなと思っています。まあそういうつもりなんで、あの悪気があってあの、ね、説教されてるとか偉そうなことを言うから言ってるとか、そういうわけじゃないんですよ。はい、ごめんなさい、いらんこと言うてる間にあの堺ジャンクションから、堺泉北有料道路の方に入りました。今平井の本線料金所かな、本線料金所も超えました。はい、平井の一般道から、登ってくる車もあろうかと思います。今のところ合流がそれでした。で次太平寺というまた入り口側がございまして、この合流がそうです。大きくはこの2つの入り口出口か、あの堺線有料道路のメインになろうかと思います。この先ね、あの国道26号線に降りる道であるとか、あの府道29号線の臨海線に出る道であるとか、まあ、その辺もちろんメインになります。
で、私の通るルートは、それらも超えまして、もう終点まで行きまして、助松ジャンクションという泉大津の助松ジャンクションというところから阪神高速4号湾岸線に入ります。私はね、はい、こちらに、出口ございます。一般の降りる出口、まず1箇所目じゃない、もう1、2、3箇所目ちゃうわ、あれ1、2は2箇所あったのは入り口か、初めての出口ですね、やっぱり。で、2つ目の出口が26号線になろうかと思います。その2つ目の出口の時に中央分離帯がありますので、29号臨海線に行かれたい方や、私のように阪神高速4号湾岸線に入りたい方は、手前で右車線に車線変更しておかないと、国道26号線に降りる専用出口がこの左車線になってますので、中央分離帯もありますから、後からは変更が効きませんのでご注意ください。ただ国道26号線に降りても、また国道26号線から上がってきて合流するっていう車ございますので、一回間違えて降りてしまってももう一回乗り直すことはできます。一方、国道26号行きたい人はこの左車線にいてくださいね。通り過ぎたらちょっと戻ってこないといけないようになりますよ。はい、看板ご覧ください。1キロ先の分岐の説明しております。1キロ先に、この左側車線は国道26号線に降りていく出口専用車線となっております。国道26号線に行かれない方は、右の車線に、車線変更、進路変更してください。はい、500m 先分岐があります。この分岐はただの分岐じゃなくて、中央分離帯みたいなのがありまして、変更効きませんからご注意ください。左側は出口専用、右側は本線専用。本線行く車が間違って出口降りてしまっても、また信号を越えて次入り口がありますんで、慌てて右行かなくても大丈夫です。信号1個待っていただいたら、間違えても取り返しがつかないわけじゃないので大丈夫です。その代わり逆にですね、本線走ってる車が26号で降りないかんかった、忘れてたわっていうのは、ちょっと戻ってこないといけなくなりますんで、それはご注意ください。26号を降りる方はボーッとせずに、左側出口専用車線に車線変更お願いします。はい、こちら本線、分岐越えたらまた2車線に戻ります。平和が戻ってまいりました。で、もう間もなく見えてまいります合流、左からの合流です。この左からの合流は国道26号線などから上がってくるというか、一般道から入ってくる合流になります。もうこの区間はね、無料区間です。一般道の区間になります。で、この左側は渋滞しております。これがね、最後の出口、大阪府道29号、助松橋やったかな、ちょっと交差点名忘れましたけども、府道29号線臨海線に出るのに、この最後の出口がこれです。ちょっと渋滞しておるんでね、この辺で隙間空いてたらビャーッと左に出して気に入ったりとか、あんまり割り込みはやめといてあげてください。みんな我慢して並んではるんでね、まあ、並んでも知れてるんで、1キロ2キロぐらいは毎日渋滞してますからね。はい、堺阪南線という青い看板でした。一般道に降りるチャンス、あれが最後でした。で、あそこの出口越えますと、もう阪神高速右に曲がれば大阪市内神戸方面4号湾岸線になります。で、左に曲がれば泉佐野関西空港和歌山方面行き、まあ、そちらも4号の湾岸線です。この辺りは制限速度60キロ、ほんで、さらに進みますとここから40キロになりますが、4号湾岸線に関しまして、制限速度ほとんどの場所で80キロです。料金所の手前ぐらいかな、
60キロにしてくれとか40キロにしてくれとかって書いてあるのは。なので本線に合流したら途端に80キロになりますんで、しっかり加速してください。で、今まだちょっと開通してないんで、ここちょっとね、滑走路こんだけしかなくて危ないんですけれども、助松北行きというゲートが新たにできました。これまだ出来上がったんやけど、まだ使えるようにはなってないので待ち遠しいですよね。あれができてくると、この先にあります高石の本線料金所っていうのが撤廃されるかなと思ってます。今の料金所、個別に入ってくる車を全部個別に料金取るんであれば、本線に一箇所でまとめてみたいな、そんな本線料金所みたいなのがいらなくなるんで、多分この先にあります高石の本線料金所撤廃することを目的に新しいゲートを作ったんじゃないかなと思ってます。はい、阪神高速4号湾岸線大阪方面 北行きですね。現在、高石の出口の少し手前です。はい、奈良の郡山からだいぶ長いこと走ってまいりました。41分やったらまあ早いか。動画撮影してまいりました。いつもいつも長時間の動画になってます。偉そうなことも言うてます、すいません。ほんで情報も正しくないことも多々言うてます、すいません。ちょっと至らぬところばっかりですが、ご視聴ありがとうございました。もしよかったらいいねボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。この辺で動画は終わらせていただきたいと思います。最後まで噛んでしまったね。はい、すいません、ありがとうございました。失礼いたします。